はいどうも、カッパ園長です。じゃあ最後はね、中居正広さんの続報ですかね。まあ退院されてるって話はね、多分ご存知だと思うんですけども、まあ自宅療養中なのかな、休養中。ただまあなんかお見舞いとか、そのなんか接触は一切、シャットアウト、なんかダメみたいですね。なんか近しい人とかも一応なんかそんな風に書かれてるんですけどもね、相当悪いんですかね。そんなことないんですかね。でほらなんか年内いっぱいお休みして、でこの早ければ1月からはっていうこの、お仕事再開するんだ、復帰するんだっていう、そういう話だったじゃないですか最初。でそれがもうどうやらやっぱ無理だと、3ヶ月は、休む必要があるじゃないかっていう、なんかそういう方向だから、さらに、療養期間が延長するっぽいみたいな。だから、何でしたっけ、目標として頑張ってのはあの WBC っていう話があったじゃないですか。だからあれもちょっとなんか難しそうっていう、そういうことらしいんですよね。だからもう相当しんどそうっすね。もうとりあえずね、どういう病気でどういう状況なのか分かんないし、もうね、結局想像の域は出ないんで、とにかくなんかもうゆっくりもう休むしかなくないですかね。調子悪いは調子悪いじゃないですか。何日かね、飯食って寝たらっていう、そういうレベルじゃないのはまあ分かってるわけじゃないですかね。仕事休まなきゃいけないぐらいだからね、急いでっていうよりは、しっかり休んだ方がいいと思うんですけどね。一旦こうなんていうの、引退とは言わないか、なんかそういうのあるじゃないですか。なんかもう一定期間ね、半年でも1年でもっていう感じの方がなんかね、いいような気がするんですけどね。時間がたったの10秒、精一杯の笑顔を見せたものの、げっそりとこけた方は、以前より、くぼんだ目を際立たせ、首と肩はシワが寄るほどにほっそりしていたと。張り上げた声は痛々しいほどにかすれ、わずかな発声でさえも苦痛を伴うのだと視聴者に感じさせるのには十分だったと。この間あのビデオ出演ですかね、あのチンプレイコープレイのね、確か1ヶ月ぶりぐらいでしたっけ、あの、映像 VTR 出演ね。そうですね、冠番組だった中居正広のプロ野球チンプレイコープレイ大賞の、12月11日に放送された分ですよね。VTR 出演してましたよと。10月中旬に一時復帰した時よりも一回り小さくなった姿に、まあ、多くの視聴者が中居君本当に大丈夫なのか、まあ、心配のね、それは声を上げますよね。さらに気がかりなのが、それが中居さんの現在の姿ではなかったということ。新プレイ、高プレイの、いやこの VTR なんで、これが収録されたのが11月4日の休養発表直前、つまりこのオンエアされたのは1ヶ月以上前の姿。だからその時よりも、実は今のね、中居さんはその時もさらにね、さらにしんどい状況だっていうことが書かれてるんですよね。いやー、なんとか元気にね、復活してもらいたいですよね。中居さんに最初の異変が生じたのが22年7月16日。急性虫垂炎を発症して入院したことを、まあ、公にしていて、でそこからもう体調がね、どんどん悪くなっていっちゃって、この回復しなかったんですよね。で10月はテレビやラジオのレギュラー番組を立て続けに欠席してましたし、で、まあ、MC として人気ね、いろんな番組に出てらっしゃったじゃないですか。で、まあ、ファンの方もいたし、で、そのなんか虫垂炎のこの手術のこの前後して、この盲腸がんねっていう話が出てきましたよね。が判明し、9月に秘密裏にこの腫瘍の摘出手術を受けた。でもなんかそのものすごい時間がかかったっていう話がありましたよね、予定よりも。で、まあ驚きのこのね、この盲腸がん手術の話が出て、数日経過した11月4日に、中居さんが3度目の休養となる約1ヶ月の活動休止を発表してたんですよね。で要はこの頃に中居さんはもう3回目の手術を受けていたと。で当初はこう1時間に満たない手術の予定だったんですけど、ね、予想外に難航したんですよね。で
要は手術、オペ室か、不測の事態が起きて、結局数時間に及んでいたと。術後は退院したとも報じられていましたが、自宅じゃないっぽいんですよね、どうやら。再びこの都内の病院にこの入院したらしいと。らしいなんで。ただまあ、やっぱりね、具合が良くなったわけじゃなかったらしいんでね。で、今なんか療養してるのは、その、日本でも有数の最先端医療が揃う、なんか特殊な、ちょっと特別な施設、一般人が入れないようなところなのかな。で、その中で、その中でも、なんか VIP 室みたいな。うん。だからまあ、有名人とかね、まあ、いわゆるこの先生とか呼ばれるような類の人とかさ、そういう人たちが、使うような、病院。で、その中の VIP ルームって書かれてるけど、これはどこまで本当か分かんないですね。で、窓から外を見やれば、ね、冬の青空をイチョウの葉が、この辺はなんか想像で適当に書いてるっぽいな。なんかコンシェルジュサービスがついてて、来客用の応接セットやアメニティも完備していると。だまあ病院っていうよりも、なんかそういう施設なのか。で、休養が長引く中井さんを支えている、なんか、ミスター X みたいな人が書かれてるんですけどね。で、その人は、まあ、有名私立大学の医学部、慶応かな。で、都内の有名病院勤務、慶応かな。で、専門は消化器系内科。その中でも大腸炎などが悪化して腫瘍ができる大腸がんのスペシャリストの先生なんだって。で、がん治療認定医、がん薬物療法指導医などの資格も持つ、まあ、大腸がんの名医さんなんだって。なんとかしてね、この良くなる方向に、ね、なんか治療してもらえるといいですけどね。うん。で、実際この中井さんだけじゃなくて、このミスター X 先生は、なんかもうスーパードクター K みたいな人なのかな。今までも、まあ、大物政治家とか、いわゆるこの政界、財界、芸能界の、まあ、大御所みたいなことを言われる人たちを、まあ、担当してきた。そういう人なんだって。まあ、パイプもあって、まあ、実力もあるんですかね。うん。で、まあ、芸能人とのコミュニケーションにも、その、要は、観光例しちゃうような、うん、そういう、このね、うん、守秘義務的なのも、うん、まあ、慣れてると。うん。で、人望もあって、まあ、この患者さんのに合わせたこの治療プランを提案してくれる、うん、そういう人らしいんで、しっかり治してもらいたいですね。で、この X 先生は、のもとなら他の患者なんかとの一切、だからこのミスター X 以外の人との接触は完全にないと、極秘だと、っていう入院ができる、そういうところらしいです。どういう病院なんですかね。ちょっとまあ、一般人だし、そもそも僕入院したことがないんで、わかんないですけどもね。まあ、人目に触れるといろいろと困るっていう人にとっちゃ、まあ、有名な施設なのかもしれないですね。まあ、何にせよね、相当しんどそうみたいな。だからその、中井さん本人は1月中の復帰を目指していたらしいんですけども、どうやらこのね、ミスター X、この先生だけじゃなく、周りの人たちは、なんか休養、まあ3ヶ月が一つの目安みたいな、そういうアドバイスをしてるらしいんで、3ヶ月と言わず、もうゆっくり休んだ方がいいような気がするんですけどもね。ということで、今回は以上です。ありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。